や、やっと出れたわもう離婚やっていうぐらいまでの、そこまで言っちゃうぐらいの大喧嘩は、ね、あったあった。この人なんだこの人は、わかる、思ったのはさんまさんやね、うん、プチンって切れてもらって、お前ちょ落ちこい、どんな顔してんだ、泣いてた愛してるよ。さあ今回のラブトークお相手でございますが、カジサックさんです。いやどうもはじめまして、カジサックです。お願いいたします。これも決まりであります。これ決まりです。決まりであります。いや、やっと出れたわやっと出れたよ。ちょっとさっきまでカジの方のチャンネルでいろいろ喋ってて、そうや、今回はちょっと交代でこちら側に来ていただいてありがとうございます。本当によう言うてくれてたな、チャンネルで水溜りボンドさんとコラボした時になんか言ったっけ。言うてたから、なんかカジサックばっかりなんかそんな相手せんでええでみたいなこと言ったから水溜りボンドと絡んでたからな。そうなんですよ。表もないくせにあんなこと言うてやな、ほんまほんまに。そうやな、あれに関しては何とも思ってないそう言うんですよ、ほんまに。そういうこと、あそこはちょっと悪びった方がええかなっつって悪びってみて、そうやろ、水溜りボンドファンからめちゃくちゃ叩かれためっちゃ荒れてんから思てないんですよ。でもそういうのがあるから。いや、それはなんか水溜りボンドとなんか喋って、うん、なんか井上さんの普段のこのちょっとヒールな感じでやってくださいね、あ、じゃあ OK 任せる任せる、やってみたら、うん、もう大炎上炎上しやすいやろ。すごいな。 YouTube やってたら井上もあ、こんな感じなんやと思ったと思うね。うん、もうもうテレビとまたレベルちゃうよね。全然違うよね。やっぱ直接メッセージ送れる人もでかいから。うん、あるよあるよ。いやでもだから今回、まあ、カジサックというか、まあ俺から言ったらキングコングの梶原、まあそうだろうな、まあどっちもやけど、うんうん、まああんまりこのいろいろ真面目な話、さっきカジのチャンネルでも真面目な話ちょっとしたけど、うん、こっちはじゃあカジのちょっと真面目な話を聞きたいな。ああもう何でも、基本的には何でもいいよ。でも恋愛やってるやんよ。まあ恋愛の話やってる。石田がよ俺のチャンネル来てくれんねんけど、うん、石田がな昔の話とかようすんねん、女の子の。うんうんうん。俺も考えられへんねん。なんで？なんでそんなん言うんとか、うん、だって嫁さんが見たらどう思うんとか。いやでもその昔の恋愛があって、うん、そのいろいろ自分を育ててくれた女性がいたから今の奥さんと幸せなんやろ。いやまあせやで、そら綺麗に言うたらせやでそら綺麗に言うたら、それ嫁さんだって俺の嫁さんだってそういう過去もあったから。でもわざわざそんな話せんでええやんちゅう話やんか、井上さん。それいろいろあるんや。いろいろあるやろそらお前え、お前何年経った結婚して。いやもう14年とかですよ。もう14年、もうそんなぐらい経ちますね。はい、すげえな。だって子供5人いるからね。そこすごいよね何がよ休まへんの。ええかへんすよお前ここえここ。いやそう、休む休まへんで言ったらそれ休まへん休んでたら子供5人できへんやろいやだからそういうのもちょっと聞きたいのも入れてるね。そうかそうか。一番上、一番上、はい。ファーストキスの思い出。あかん言うてんなんでやねんゆうたくんとの話や。よう聞いたわ俺これでもほんまのこと言うと、うん、マジで覚えてない。へえ、ファースト覚えてる？めちゃくちゃ覚えてる。高校2年生の夏自宅にてトイレから出てくる彼女を押し倒しなんちゅうファーストキスしてるんすか俺マジで覚えてないな。へえ、俺ね恋愛マジであんま興味ないのよ。いやそんなわけないやん。だってカジってさ、うんうん、おそらく小学校中学校、うん、モテる側の男やったよ。スポーツできるし、あー、まあ、面白い、うん、どうやろうな。でも高校で言うたら、うん、俺男子校やから、ほんまにモテるとかは逆にわからんかった。女子と喋らへんし、だって会えへんねんもん男子校やから、うん、え、じゃあ小中は、小中は一部からモテてたって感じ。いやだってもう小学校中学校の時の面白い要素って言ったら面白い、頭いい、うん、運動できるやん、うんうん、この2要素あるやろ。でも俺らの時代ってさ、ヤンキーモテへんかった。あーモテた、モテたやろ。俺ヤンキーじゃなかったから、だから一部やねん。なるほどね。一番モテてたんって、うん、喧嘩強いとかヤンキー、モテたモテた、ちょっと悪いみたいな。俺ら中学校で、うん、付き合ってる人一組しかおらんかったん、うん、それがもう番長やったもん。せや、俺もさ、うちの学校もそうやったわ。そうやったわな。だから俺はそういう意味ではモテてるモテてないとは、そんなモテてないけど、うん、一部からはやっぱ運動できて、うん、あとお笑いが好きやったから、うん、暗い女の子にモテてた
わからんでもない。わからんでもない。暗い女の子にちょっとこう、っていうのはあったな。石田もそうやった。石田のこと好きになった女の子、丸刈りでここだけちょんまげみたいにしてる女の子にめちゃくちゃモテてた石田。嘘つけよ。マジマジマジ。丸刈りでちょんまげでね。そう、だからこう、この辺カッターンで全部、もう坊主っぽく。マジで？ここだけピョーンって、はんな、結んでんねん、こうやって。髪の毛を。そこが、俺らがバイトしてるドトールコーヒーの前でずっと待ってて、こうやって。ファーストキスはそのカジサック的には喋られへん。喋られへんとか、もう単純に覚えてない。じゃあ、初めてのエッチの話でいい？いや、せよ。おい、スタッフさん、どないなってんすか、これ。何がいいな。でも、そんなん嫌や、俺、絶対。まあ、そんな話はやめとこうじゃな。お前の聞かせてくれ。お前の、でも喋ってるか、もう。いやいや、俺喋ってない。それいけんの？いいよ。井上のんじゃあ逆に聞かせて。何でも俺喋れるから。覚えてんの？初体験。めちゃくちゃ覚えてる。あんな気持ちいいこと忘れんの？俺のせよ、お前。なあ。もうちょっとくるめよ、お前は。くるまへん。高2の時に、初めて付き合った彼女は3ヶ月で別れて、うん、そこ手つなぐだけで終わった。終わった。あー純粋や。で高3で2人目付き合って、うん、その彼女にだから家でみんなでさ、うん、こうなんていうのお菓子とか食べながらわーとか騒ぐやんか、うんうん、時にトイレ行くっつって俺の家で、うん、実家で、うん、トイレに1階の辺のとこ降りてってトイレから出た瞬間にもうどうしてもキスをしたかったの。あ、なるほど。その時や。でトイレから出た瞬間にうわーっと押した押したキスして、んだら彼女が泣きながら部屋上がってってほんで一週間後ぐらいに井上くんが分からへんって言われてくらってお前さ、振りがあるやん。振りなしで言ったんやろ。振りなし。なんでそんなことするん。いや、なんかなかった。当時周りさ、あのませてる子はもうその最後まで行ってるやん、うんうん、大人の階段登ってる。高校3年生やもんな。そう、うんうん、俺まだ登ってない。それこそうちの相方も登ってない時に、うんうん、もう早く、うん、なんかしてみたい。どんなもんなんか。いや気持ちはわかるよ、うん、でも例えばさ、下まで行ってさ、トイレから出てきた瞬間にいきなりゴンじゃなくて、うん、キスしていいって、その一言が大事じゃん。実家の1階で言える？実家の1階やで。じゃあ逆に聞かせてくれ。実家の1階でできる？こっちのが変だよね。だからカジサックとしては喋られへん話いっぱいあるからな。まあ喋られへん話とか喋りたくない。まあ自分的にな。自分的にも、もう奥さんもおるし。俺そういう性格やねん。石田とちゃうねん。石田すぐ言うねん。あれすぐ言うね。こっつ嫌やねん、あれ。なんでや。前の彼女がさ、言うなやって思うねん、俺。それなに、奥さんにちょっとかわいそうっていう気持ちで、うん、そっちよ。そらそうやんか。思いやりがないわ。俺はそういう日だよ。めんどくさいかもしれんけど。上沼さんみたいに喋んない。いや、そらお前インスパイアするって、そら。一緒にずっとレギュラー番組させてもらってたやん。あんだけ面白くてな。俺だってもうずっと収録中も約ね2時間ぐらい解決済みチャンネルで流すんやけどね、あのカメラ回すんやけども、俺ずっともう盗む気満々でやってたから。好きやからな。俺も大好き。俺むっちゃすごい人やと思ってるから。いやすごいよ。気付いたらこんな喋り方なんだ。どう思います？ほんまにカメラ目線でどう思いますって言うの。上沼さんおっしゃるけど一番上や。一番上。はい。すごいと思う同業者。お、なるほど。すごいと思った同業者イコールまあ芸人ってことかな。そう、まあ芸人でもいいし、YouTuber の方でもいいし、うんうんうん、変な人だよ。キングコングってさ、うん、もう1年目でグワーン売れたよ。まあ早かった。あん時って、うん、周りのことどう見てた？ね、これはもう本当に俺多分西野と絶対正反対かもしれんねんけど、うん、俺はもうとにかく怖かったよな。周りの上の先輩方とか。先輩もそうやけど、うん、その同期とか、うん、もう自分で大体わかるやん。スピード速いな、うん、でなんか周りからエリートとか言われながら、うん、でレギュラー番組に決まって、でその時の自分って実はやねんけど、もう踊らされてたんや。なんか周りにね、周りに踊らされてて、うん、自信なんか一つもないよ、うん、だって引き出し開けても面白い話なんか一個も入ってない、うん、高校卒業してまだ数ヶ月やん。すごいよね。まあそのスピードだけやったらすごいねんけど、おもろないねん自分が。自分もそうやし、自信もないし、うん、でも気ぃついたらレギュラー番組もあるし、うん、でイコールどういうことかって言ったら、周りからうわあいつらおもんないのにめっちゃ仕事あるやんみたいなこと思われてるであろうって、俺はもうどっちかって言ったらネガやから、もうそればっかり考えたらもうこうなったよね。へえ。もう誰とも喋りたくないみたいな。うちにうちにこもって。そうやんか。高校の時俺ずっとこんなキャラクターやったから。デビューしたらそんな早いから結果俺こうなってん。そうか。ほんでちょっといろいろしんどい部分もあったし。でも逆にうちの相方は逆やから、
そうやな、なんぼのもんじゃいどやーっていう人やったから、そこの悩みはあったね。ほんでわーってでもその仕事がいっぱいあっていろんな人と絡んできたやん、うん、その中でこの人はすごいなって思う人は家事の中で、いやだからマジで上沼恵美子さんよ、あもうナンバーワン。これさ、だ俺井上のも聞きたいんだけど、うん、そんな話になるやん、お笑い芸人さんでこう飲んでてもさ、うん、飯食うててもさ、結局誰が一番すごいと思うみたいな、うん、俺はほんまに上沼恵美子さんやと思ってんねん。まあ正直、うん、レジェンドクラスはもう全員すごいよね。まあね、そりゃそうだ、もう全員もちろんすごい、うん、あと好みもあるだろうし、うん、まあもう こういう名刺だとなかなかあれやけども、うん、俺は上沼さんと出会うまではさんまさんやったの。あのいろんな人とも絡ましていただいた結果、うん、みんなすごいですよ、みんなすごいですけども、うん、この人なんだこの人はって思ったのはさんまさんやったん、うん、けど上沼恵美子さんと一緒にやらせてもらってからは、うん、俺上沼さんがすごいってなったな。まあやっぱりどんな話でもおもろくできるし、で変な話、例えば俺がこんなことがあったんですよっていう大して面白くない話を上沼さんにもしお渡ししたら、うん、おもろく喋りはるようになる。それはさんまさんもそうや、うん、でどこが違うか、性別なの。さんまさんがやらなくて上沼さんがやること一個あんねん。何？顔芸やねん。おー確かに、さんまさんって顔芸しないでしょ。もう男前やからな。男前やし。はまらへんねんな。うん。上沼さんは顔芸までできんねん。そうか。しかも女子。バリ強ない。強いね。めっちゃ強いやろ。俺それで言うと、今まで本当に言ってきてないさんまさんの話あんねん。お、まあ浮いてくるやそれ。これ、本当にすごいというか、俺は、やっぱ明石家さんまって、太陽やなと思ってんけど、うん、2011年に東日本大震災があったやんか、うんうんうん、で地震があってその直後ってみんな収録やめはったやん、うんうんうん、ちょっと東京にいても危ないかもしれないし、うん、こんな時期に仕事するのも良くないってので、うん、でも、4日後かな、3月11日に地震があって3月14日やったと思うんだけど、うんうん、カラクリテレビの歌合戦の収録があって、はい、替え歌選手権、はい、俺出る側やってんけど、うん、で、出るってなって、もちろんお客さん入れて、うん、で、よう、俺楽屋にインパルト堤下さんとかもいて、うん、みんなで、よう、こんなタイミングで収録やりはるよなっていう話をしたのよ、みんなで、うんうん、いや、すごいな、さんまさんってっていう話してたら、うん、たまたまその楽屋の中にモニターがあって、うん、前室、控え室のさんまさんとか関根さんとか浅田美代子さんの会話だけが流れてきてね、うん、わー、あるね、それたまたま、ね、うん、ほんなら浅田美代子さんがさんまさんよく収録やろうと思いましたねって時に、うん、さんまさんがいやお笑い芸人こういう時やからやらなきゃいけませんね、うん、こういう時に元気あんないんでどうするんですか、そこはもちろんあるやん、うんうんうん、でぶっちゃけ放射能とか怖くないの、うんうん、当時そういうのもいっぱいあったから、あったなら僕ね放射能を浴びて大きなってゴジラになろうと思ってまんねうわわわわわって動きますけえな、明石家さんまだって。いや、確かにな。で、オープニングトーク始まって、うん、さんまさん一人で、うん、ずらーしゃべりはって、うん、で、そのエピソードも全部地震関連やね、うん、ほー地震あった時何してました、僕はね、シャワー浴びてたらなんかこのシャワーのノズルが合わへんな思ったら地震でして、うん、で、ドーン受けて、うん、ってなって、俺ら楽屋で俺、後にも先にもその一回限りやねんけど、うん、全員でエンジン組んで、うん、絶対今日の収録面白くしましょうみんなで、ほえやりましょうねっつってえいえいおーっつってやってんな、うん、で収録やってでバーっていろいろやってるやん、ほんで俺らもスタジオこうひな壇で座っててでその時に余震来てあ来たやんうわーって揺れて、うんうん、瞬間に座ってたさんまさんが、うん、うわーって立ち上がって、うん、もうお客さんキャーなってるでもちろん余震来たから怖いし3日後やから、うん、でも立ち上がってさんまさんが大丈夫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 さんちゃんおるとこ絶対安心うわーかほんならみんな拍手してんかこえーなーこの人太陽やなと思って、いやそうやなほんまにすごいよな、俺もそれを生で見てるからさ、うんうんうん、あやっぱ明石家さんまってすげえなーってなって憧れるよな、うん、そういうので井上もそういうタイプになってほしいし俺はなりたい人間やからそれはだからすごいよね、うん、俺無理やもんそっちそこまで振り切られへんと思う、皆さん大丈夫ですかって心配しちゃうやん、心配しちゃうねん、いや俺らもそうよでも現場におってだって演者もはぁってなってるからさやなならへんっていうのが
なあ、これはね、あれはもうやっぱり天才よね。すごいよな。劇場とかでもたまにあるやん、うん、漫才しててさ、地震起きた時とか あるある、うん、そういう時にいかにアドリブ力でわかるどうするかとか、うん、一回ね、スリムクラブさんが漫才してる時に結構強めの地震やった時、うん、内間さんがやったんがギャーって言ったギャーって言ったそれでお客さんもギャーって言ったキングコングやと、そういう時にどっちがここ強いというか、うん、そういう時になったら、例えばまあ、あの地震に限らずなんかヤンキーが罵声言うてくるとか、うん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 、とか、あるいは男子校でネタやってたら、うん、おいおもんないぞとか、うんうん、来た時にどっちがこの強いの、二人でおったら多分俺やと思う。おお、二人やったら、うん、俺が切れると思う。で、西野が止めると思う。なるほどね。あ、何回かあったから俺。え、お客に、あのねこれだいぶ前の話だけど、うん、それこそ M1 でさ、うん、死ぬ気でやってたよ、うん、お互い、うん、2008年、うん、で1年間ルミネで試してたよ、やってたネタを、もう本当に1年間ずっとずっとそれしかやってないからな、死ぬ気でね、うん、でネタ合わせもルミネでクワーやって、やっと試すぞ試すぞっつって寄せに出るわけ、うん、そのタイミングで吉本の社員さんが遅れてきた団体を入れるみたいな、うん、あーあるある、あるやんか、うん、でそれを俺らが漫才はいどうもって出てきて中盤ぐらいでやられたの。おう、でもう修学旅行生みたいなのがもう200人ぐらいぶわっ、ね、その間ネタがなかなかみんなに伝わらないから、うん、プチンって切れてもって、その誘導するわけよ、その200人を、あ、あのスタッフさんがね、スタッフさんが、俺も舞台降りて、おお、お前ちょっと落ち来いこっち来い言うてるやつが寄ってってるけどな、うん、そう、もう尻滅裂やお前何が言ってんねんって俺がどんだけしのぎで今やってるわ、合ってんのかって切れたことある。中学生200人どんな顔してんだ、泣いてたほいで西野は西野でね、思い出したら止めへんねん、笑ってんねん、あ、わかる、舞台上でこうやって言って西野っぽい、うん、そっから先5分はもうズルンズルンに滑ったよね、オッケーマン、それオッケー、切れてるから懐かしい、あった、でもあの時俺どうかしてたからもう M1 ってなってたから、あるよな、そういうの、だからお、なんかわかる、うちも結果、うん、2人の時は多分石田の方が強いから、あーあいつ切れるやろ、切れる切れる、俺だって成人式で漫才するってなって、うん、もうバリバリ荒れる成人式の場所で漫才するってなって、うん、俺が漫才してる時に缶ビール投げられて、うわー、で俺と相方の横ビューンって通り抜けて、うん、でもまああいつそんなね怯えへんタイプやから、うんうんうん、普通にその缶ビール飲みながらなんやおいぽいわ、石田っぽい、かっけー石田弱いのにな、ほんでうわーってなって、うん、ほんでその後天心さんの出番やって、うん、センターマイクから5メートル離れてた怖かったよ続いて、はい、混ぜた、はい、混ぜた、じゃあ上、はい、こちら、あ、一番の大喧嘩、まあ嫁でも相方でも、嫁喧嘩すんの、それこそそんだけ仲良くてめちゃくちゃするよ、何で喧嘩すんの、いやそらもうたわいもないことやで、だからあれはないやろ、もう離婚やっていうぐらいまでの、まあ、うん、一回沸点高くなって、うん、そこまで言っちゃうぐらいの大喧嘩はあったあった、何であんまり話したくない触りだけ教えてくれよ詳しくは言わんでええからあ、でそれを経て今も仲良しやろ、そやな、それはじゃあ、うん、どっちが悪かった、どっちもやで、結局は、結局はどっちも切れ始めたのは俺やけど、うん、でも後々考えたら俺も悪かったなっていうのももちろんある、あ、何があってっていうのに切れたのは俺やったから、うん、俺がちょっとそれは違うんちゃうっていうのはなったことはあるから、お互いうわーって言い合いになって、その時はほんまに、別れそうになったね、もう子供生まれてた、もちろんもちろん、うん、全然生まれてたし、もう毎回せやねんけど、うちの喧嘩っていうのは、うん、もう基本的には昔はちゃうかって、昔は、うん、嫁か俺に謝りに来る、おう、もうそっちやってん、まあ、古いタイプの、俺亭主関白やったし、うん、やってんけど、これがいつぞやね、うん、変わってきて、うん、もう僕が折れるようになった、へえ、折れるというか話し合いの場を持とうよっていうきっかけを俺から言うようになった、それってな、うん、じゃあ話し合おうやって時に、うん、何話し合うんとかいうタイプの女子いるやん、うん、おるおるおる、そういうパターンの時もある、うちも、うん、俺はもう全部用意してる、なんて言うんだ、だから何話し合う、もう何や話し合うこと、うん、あるある、ここでこうでこうでこうやったからこの時にどう思ったかを話し合おうよとかいうのを全部引き出しに入れてる俺、へえ、え、分からへんの、その時の私の気持ち、いや分かるよ、その気持ち分かるけど、俺の気持ちも分かってほしい
みたいな。いやー、すごいな。喧嘩口調にはならずにね。えらいな。そこで俺がもう何言ってんねんとか言ったらまたなるやんか。そうなりがちやからね。なりがちやから、うん、それは専用にって子供 寝かした後にその二人の時間を使ってる。えらいよな。だから、うん、あのうちの相方もそうやけど家事もそうやけど、でもまあ夫婦円満な家庭みんなそうなんやけど、お子さんが寝てからどんだけしんどくても二人の時間過ごすようにしてるもんね。そう、作ってる俺は。それがすごいよな。何がすごいって嫁やけどね、結局寝かしつけしてるのは嫁やし、まあな、その日の朝弁当作るのも嫁やのに、うん、その時間に付き合ってくれてるっていうのが、そうか、そう本当に思えてから変わったんや、ぐるんって。で、自分から謝りに行けるみたいな。いや、謝りに行けるというか、そうね、あの話し合おうよっていう話になったって感じかな。なるほどな、はい。じゃあ、大喧嘩はまだちょっとカメラ回ってない時に教えて。うん、回ってなかったらええで。自分が結婚した時に家事とかみたいに、うん、もう慣れるようになりたいけど、果たして俺がそれできんのかというね。なんちゅうこと言うの。苦手な人いますか？いろいろいるね。同期で言うと、うん、それで言うとお前もな、今日まで俺ちょっと苦手やったよ。同期で仲良くしたいっていうのが夢やね。仲良くさせへんかったん、キングコングのせいやで。I know you're gonna dig this. 最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。